決まった時にもう泣かれるんで、泣かれどんだけ後悔するか、一番やっぱ自分を変えてくれるのって両親ちゃうかなっていう。ネロジンチャンネル。刑務所入った時の下りさっきもしたんですけど、身体検査されるんですよ。うわ、それは聞きたい。毎回なんですけど、留置所、判別所、拘置所、少年院、刑務所の順で入っても毎回される身体検査なんですけど、襖の横にたまに女性がおったりするんですよ。女子も同じ格好でケツ開いてるから、それ想像してそうなんです。刑務所の中でなんか勉強になったこととかってあるんですか？今考えたら人に対して思いやることができるようにはなりましたね。人として見れるようにはなりました。何として見てたん？僕の捕まった原因の最初のやつが女の子見せんやん、もうクマじゃないですか、はい、結構扱いクズやったんで、って考えたらやっぱ人として見れるようには帰ってこれたとは思ってます。刑務所の中でもやっぱ本とか読んでたと思うねんけど、人生を変えてもらったみたいな、そういうなんか存在っているのかな、刑務官の人とか。まあめちゃくちゃ話は聞いてくれるんですよ。こことか変わらんかったらよかったなみたいな話はしてくれるんですけど、まあ何より刑務官じゃなくて家族っすよ。その面会来てくれて、その出てきた後のことを考えてくれて、一番やっぱ自分を変えてくれるのって両親ちゃうかなっていう。めっちゃいい話やん。そこからですね、今一切悪いことできないようになってるんで。お父さんとお母さんは定期的に面会に来てくれた？まあ2回だけです。めっちゃ遠かったんで、わざわざ仕事休んでまで来させる距離でもなかったんで。どういう感じだったんかな、最初入った時お父さんとお母さん。まあ親父に関してはお前は何言っても聞かんから反省してこい、とりあえず。おかんとかおじいちゃんとかもおったんですけど、目の前で泣かれて。そりゃそうやろうね。判決下る時って両親と共に両サイズに座るんですよ。それで判決決まった時にもう泣かれるんで、そこでもう心グッてきましたね。やっぱそこで来るんや。来ますね、だいぶ来ますね。なんかこう出てきてすぐまずどこに行くんですか？焼肉食いに行きました。焼肉焼いても家焼くな。思った以上に健康体になりすぎて、あの肉が食べれなかったんです。あの何人前も頼んだのに、もう最初はあの1人前も食べられへんくて、焼肉油が重すぎて。出所してからどんな感じなんですか？3000円しかないじゃないですか。僕に関してはあの当時の悪さしとった時のお金も多少なり残っとったんです。住むとこはやっぱ実家に。最初は実家に帰りました。で3日間ぐらい出所祝いでみんな来てくれて、寝ずに飲みっぱなしでみたいな。なんかそのお父さんとお母さんはどんな感じだったんですか、出て行って最初会った時。ちゃんと仕事するんやったらっていう相談をしながら、何をするか一緒に決めて、その余ってるお金で店を出して、自分の未成年だって雇ってまして、80万90万ぐらい稼げた。今は未成年とかやってないやつ。よかった。出てきた時にどっかに働くんじゃなくて自分でやったっていうのはすごい大きいと思うね。どっか働くってなったら、そういうのって実際俺は分からへんねんけど、めっちゃ厳しいもんなんかな。まあまあそうだよね。なんか言わへんかったらバレへんのちゃんと思ったりせん。いや、あれなんか言わなかったら犯罪になるんですよ。あ、そうなの。そうですね。ただ僕はまだ聞こえたけど、あの下の店でずっと過ごしとったんで、僕前回聞かなかったんですよ。だから言わんでいいんですよ、働くにしても。すげえ、そんなシステムがあんの。もともと仲良かった友達とかは変わらず仲良くなったの？はい、逆にめっちゃ丸なってましたね。逆に僕より丸なってましたね。じゃあちょっと今日は来てくれたんで、なんかちょっと歌をプレゼントしたいなって。待ってました。いやー、これもなんかの出会いやで。いやほんまですね。偏見みたいなんてやっぱあると思う、罪を犯した人とかな。だけどそうじゃなくて、やっぱさ、そういうの関係ないやん。結構ホームレスの方たちとかいろんな人たちと出会うねんけど、その時もやっぱり偏見っていうのがすごいあって、俺自身ももともとあったけど、そうじゃなくて人対人やから、今俺はこうやってなったさんと出会ってめっちゃ嬉しいし、気持ちを込めて歌いたいと思います。人生が変わった人との出会いとかつながりってやっぱあると思う。自分にできることは限られてるけど、自分自身が夢を追いかけ続けることによって誰かと出会ったりとかつながることはできる、そういう思いを書いたストーリーという曲がある。聴いてください、ストーリー。うまいこと生きてる人が死ぬほど羨ましくて、できるなら、もしもできるなら、その人になりたかった。努力の方向なんてずっとわからぬまま、がむしゃらに
頑張ってれば誰かきっと見つけてくれる。ずっと信じてただ待ってた。でももう待つのは嫌なんだ。一歩踏み出せば君と出会えた。だからまた生きてこうと思えた。僕との出会いも育ってほしいよ。大切なこの歌を君へ歌い続けるの。これから一緒に作っていく僕らのストーリー。もう俺いろんな人から DM が来るねんけど、もう毎日のように来んねんな。なんかいろんな事情を抱えた家族のお母さんからお父さんからうちの子供に会いに来てくれませんかとか、なんかそういう活動も今後どんどんやっていきたいなと思って、うん、視聴者の方に言っておきたいことってあります？まあ一言で例えると、後からじゃ何もできないよ。後々気づいても何もできない。今はええや、今はええや、何でもそうす、何事でもそうす、後からじゃ遅いです。今しかない。中でどんだけ後悔するか、自分もそれの経験者やし、中で後悔する前に気づいてほしいと思って。これを見てそういう人が一人でも減ってくれたら嬉しいですね。ちょうどなんか僕も未来のために生きるんじゃなくて今を生きろっていうメッセージをすごいいつも持ってて、なんか通ずるもんがあるんやなと思って、やっぱこれも出会い、一つの出会い大切にさせてください。これの夢は結構たくさんあるんだけど、今のの野望というか夢、なんかそういうのをちょっと聞いてみたくて。大きい夢ではあるんですけど、ニュースとかじゃなくてテレビ出て有名になりたいなっていうのが。ちょっとおもろい話やん。素敵な夢だな。僕もそれをちょっと応援します。お願いします。じゃあ今後ともちょっと友達ということでよろしくお願いします。お願いします。じゃあこれをプレゼントするんで、はい、ありがとうございます。歌ったストーリーも入ってる。あ、よかったら聞いてください。めっちゃ聞きます。せーの、ほなら。人と比べて落ち込んでた。